飾って名刺があるから、それはこれもちょっとそうですね、飾ってくださいね、これ飾ります、これで売りまくってください。すごい完成度ですよね、今回のこのお盆が。ちかわさんがめっちゃ頑張りました。コンセプト的にもすごく素敵で、なんか絶対電子書籍ではできないものみたいのがいいなと思って、この付箋はどういう感じで、これ付箋を書かれて貼って辻さんの付箋がいいって。あ、いやいや、俺じゃなくて、あれ、なんかみんなで話してるって、うん。あ、それで出てきた。うん、すごい付箋のアイデアがすごい。それは樋口さんはやっぱりしてた。あ、そうか、樋口さん。まあ、いいだしっぺが。なんか手書きで、すごい、うん。ノンブルも手書きなんですか。それ、そう、数字、ノンブルの数字書体作ったんですよ、わざわざ。実は。それ1から0まで書いてもらって。ないところもあるんですけど。あるところです。それを書体化して、張り込んだんですよ。だからもうページの数字も付箋も全部手書き。でもそれ用に付箋めちゃくちゃ撮影してますから。付箋はこれそのまま貼ったわけではなく、撮影した付箋のデータを貼り込んで、その上から樋口監督の文字のデータを載せて合成してます。特撮です。特撮です。まさしく特撮ですよ。ちょっと立体感妙にあるんですよ。そう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 、だから立体感が。いや、皆さんがそういうのがいいって言うから。いや、すごいいいと思うよ。なんかファン的にはたまらないですよね。いや、いや、前書きも手書きでカードが書きたいっていうし、はい、いや、手書きでそこまでって聞いたことないからどうしようと思ったんですけど。タイトルも手書きなの？そう、タイトルも手書きで。いや、自分そのタイトルは俺許諾取れないと思ってましたもん。だけど樋口監督の本ですからって皆さん言って、全部 OK、 全部 OK 出ましたね今回。すごいですね。すみません。いや、もうすごい許諾も取りやすかったし、こんなんなかったですよ本当に。皆さん樋口監督だったらって言って。本当ですか。いや、本当そうですよ。あれ、フジテレビも本当これめちゃくちゃ厄介だったんですよ。ですよね。すんごい止まったんですけど、うん、なんかフジテレビのドラマの部門の偉いプロデューサーの方が、樋口監督なんか知ってるんで、はい、っていう鶴の一声で許諾取れたりとか。いや、でも手書きのコンセプト良かったですね。監督の言う通り。お店には飾られる。はい、お店に飾ってください。いただきます。じゃあちょっと。あ、いいですね。